こんにちは、アヒルズンダモンなのだ。今回の解説の一部にはパスファインダーズクエストの内容が含まれるのだ。物語の文章使用許可をくださった株式会社パイインターナショナル様、本当にありがとうございますなのだ。公式に新しくコスプレガイドが追加されたのだ。現在はブラッドハウンドからオクタンまであるのだ。そのガイド内に存在する小ネタを紹介していくのだ。小ネタの確認方法は、隠れジェンドをクリックすると PDF データが取得できるのだ。データを開いて2枚目右下 Did you know? の部分で新しい資料を確認できるのだ。ブラハから見ていくのだ。ブラッドハウンドはワールズエッジで冷却剤から受けたダメージのため、呼吸器を装着しなければならず、顔の下にも傷を負っているのだ。トレーラー内のゴリアテ戦、パイプを破壊しゴリアテを冷却して、ブラッドハウンドは勝利するのだ。その際、自分も吸い込んじゃうんだけど、そばに落ちていたマスクを装着して難を逃れたのだ。顔の傷はその時にできたのがわかるのだ。ジブラルタルと鎧の重量を合わせると大きく強力なジャンプ台が必要になるのだ。当初ゲーム大会関係者はジブラルタルに盾を持たせようとしたんだけど、レジェンドはそんなことは考えもしなかったし、彼のファンもそれを聞き入れようとはしなかったのだ。ゲーム内のエテ運営はガチモンの盾を装備させようと考えていたみたいなのだ。そんな修正不可避案件なのだ。ライフライン、彼女のヘッドバンドには古代と書かれているけど、これはライフラインの実家の会社と提携している運送製造会社古代インダストリーズのことなのだ。古代はロボット兵器タイタンの製造元の一つで、ライフラインの母親の会社のシェブリックス社と提携してるのだ。ちなみにコントロールでこんなアナウンスが流れるのだ。報告、シェブリックス社の協賛でケアパッケージを輸送します。パスファインダー、ファインダーのグラップルはもともとのシャーシには入っていなかったのだ。友達のビクター・マルデラと冒険をしている時にグラップルの素晴らしさを知ったのだ。ちなみにパスファインダーが初めてグラップルを使ったのはこのトレーラーでなのだ。もともとは敵スペクターのものだったけど、その後にグラップルシステムを自分の体に組み込んだようなのだ。このおじさんはマルデラさんなのだ。レイスの目が白くなるのはボイドパワーを使っている時だけなのだ。通常は青色の目をしてるのだ。初期のトレーラーで確認できるのだ。この仲良しトリオ、僕はめっちゃ好きなのだ。Right, so I think we're all in agreement that I'm the one who... You are. You've been spotted. Grenade. バンガロール、彼女のスモークランチャーは初期装備じゃなくて、キングスキャニオンの砲兵在庫管理課の職員がスピットファイアの分解と組み立てを自分より早くできるか、追っかけて、その掛け金としてスモークランチャーを提出。それ以来、彼女はそれを携帯しているのだ。バンガロールは陸軍士官学校で唯一目隠しの状態で20秒以内にピースキーパーを分解し、チョークを装備した上で全てを結合することのできる士官候補生だったのだ。ちなみにピースキーパーを早く組み立てる勝負で兄のジャクソンに勝っているのだ。しかも R2O1 の分解組み立て勝負でも勝っているのだ。ちなみにシアが参戦する前にはこんなことを言っていたのだ。新入りはショットガンの組み立てが私より早いですって？くだらない。そんなわけの、まさかそんなことは絶対にありえない。わかった。いつか勝負するシーンを見てみたいのだ。ガスおじ、彼のマスクは完全に密閉されているわけじゃなくて、毒ガスの影響から身を守るためにコースを使用してるのだ。ほんで正体を隠す手段にもなっているのだ。もともとこのおじさんは
アウトランズの農作物を守るための殺虫剤を開発するすごい科学者だったんだけど、実践的な検証をするために生きた細胞、人間で実験するマッドサイエンティストおじさんに進化していったのだ。結局その実験は偉い人にバレちゃったんだけど、研究所を丸ごと焼き払ってうまく逃げおおせたのだ。ミラージュのホロスーツは母親が作ったものなのだ。何年も前から新しいものを作る代わりに自分でパッチを当てて修理してる息子ちゃんなのだ。これは装備をよく見るとわかるのだ。ちなみに過去のミラージュゴヤージュでは親子のやり取りを聞くことができたのだ。たく世界一の美人だな。まあ俺の容姿にもルーツがあるってことだ。母さん調子はどうだ。俺が、俺はいつも通りバッチリだ。なあ聞いてくれよ、運営の連中から休みの間だけ司会を任されることになったんだ。なかなか理にかなってるだろ。アウトランズの素晴らしい奴らに望むものを与えてやるわけだ。ああそうだ、母さん俺だよ、息子のエリオットだ。そうだ、もちろんさ、心配するな。今日は母さんのために勝ってみせる。いつだって俺が戦うのは一番のファンのためさ。ああ、ポークチョップを味わってくればいい。大好物だもんな。じゃあ、俺ちょっと、チャンプじゃなくて、一番になってくるぜ。ああ、愛してる。じゃあな。なんだ、レックって。やべえな、いつから録音されてたんだ。おい、ミラージュ、俺だ。コミッショナーのブリスクだ。ホログラムの使用を禁止する。騙されたな。母さんよ、お花が届いたわ。素敵なマリーゴールドね。私たちの歌みたい。はあ、とっても素敵だわ。誕生日おめでとうって書いてあるわ。誰かの誕生日なのね。息子に聞いてみるわ。それにしてもみんな帰りが遅いわね。わからないわ。頭が。私にもついにあれが来たのかしら。こうなるってずっと言われてたわ。いろんな人にね。疲れたわ。この前夢を見たの。みんな私が死んじゃうって言ってたのに、ドローズおじさんはそんなことないって。あとデイビスも二人ともいつも笑顔にしてくれるわ。エリオットみたいに。あの子、エーペックスゲームの2周年を迎えるのよ。あ、それから彼女もできたらしいわ。最近はそんなことも話してくれるのよ。子供の成長はあっという間ね。今あの子が10歳くらいの頃の写真を見てるんだけど、隣には兄のイーロンと、リッキー、それからロジャーがいる。みんな可愛いわ。あ、時間ができたら電話してね。あなたならきっと立派になれるわ。心から愛してる。髪型はちょっと変だけどね。2周年おめでとう。2人とも愛にあふれてて、どちらも大好きなメッセージなのだ。ちなみにお母さんのメッセージの中に出てくるドロズおじさんとデイビスはタイタンフォール2で出てきたドロズとデイビスのことなのだ。ここでは2人の仲良し掛け合いをちょこっと紹介するのだ。よし、着いた。これでもう到着確認はいらん。やっとか。トロすぎて死ぬかと思ったぜ。調子のいいやつめ。みんな幸運を祈る。よしお前ら、スリルと冒険の準備はいいか。そのセリフ言わなきゃ気が済まないのか。当たり前だ。頑張ってくれみんな。よしみんな、投下地点までもうすぐだ。興奮してるのかトロズ。聞くまでもないだろうデイビス。それでチームは準備万端らしい。ぶっ飛ばしてやれパイロット。投下は成功だ。さあ戦場で光を放ってこい。それは俺のセリフだ。最後はオクタン。オクタンのマスクはトレーニングマスクで呼吸がしづらくなっているのだ。これは呼吸の抵抗を増すことでより強く、より速く、あるいは頭がクラクラしちゃうものなのだ。オクタンがつけているマスクは呼吸筋のトレーニングにぴったりなのだ。呼吸筋を鍛えることで運動中の呼吸を快適にしてパフォーマンスの向上につながるものなのだ。彼がゲームであんな動きができるのは興奮剤と自身の肉体、マスクによるムキムキ呼吸筋のおかげというわけなのだ。解説はこれでおしまいなのだ。英語の部分は機械翻訳だから、もし間違ってる部分があったらコメントで教えてほしいのだ。冒頭でも言ったけど、
解説の部分でパスファインダーズクエストの物語を引用してるから、気になった人は買って読んでみるといいのだ。改めてパスファインダーズクエストの文章使用許可をくださった株式会社パイインターナショナル様、この動画を見てくれた視聴者の皆様、本当にありがとうございますなのだ。動画投稿主が僕とお友達になったから、またこんな形で動画を上げていくのだ。これからよろしくお願いします、なのだ。